皆さんこんにちは、大人の保健師チャンネルのカノエラです。本日もですね、イースト駅前クリニックさんがコラボしているここからさんの動画を一緒に見て一緒に勉強していきましょう。今日の動画は何ですか？はい、今日のテーマはですね、はい、性行為のやり方でわかる浮気する彼氏の特徴3選。ヘビータイトル来ましたね。ありましたけど、浮気する彼氏の特徴、前回やったのが、はい、本命見分け方みたいな、そうの見分け方みたいな、ありましたね。浮気する彼氏の性行為のやり方、浮気する彼氏の性行為すごい嫌だ。分かっちゃうのも寂しいですそうか、男性からしたらバレちゃうのか。バレちゃいますけど、女性からしても、これ女性見た人は、あ、もしかして浮気してんのみたいな。いや、だからもう自分の心の中にチェックリストを作って、当てはまったら要注意ポイントが上がっていくってことですよね。3つあるんで。そうですね、まあ、見ていい、良かったと思える人と、そうじゃない人。あ、なんかピロートークするしないとかあったじゃないですか。多分それは入ってると思うんですよ、うんうん、ピロートークをあんまりしない彼氏じゃないですかね。俺はキスをしたがらないとか、はいはいはい、抱きしめないとかじゃないですか。あ、その前儀をちゃんとしてくれない彼氏。はいはいはい、はー、やだって思いました。学んでいきましょう、一緒に行きましょう。はい、ちょっと厳しめで許せない。ここからチャンネル始まるよ。はい、性行為のやり方でわかる浮気する彼氏の特徴3選。彼は将来的に浮気するであろうか、とても魅力的で優しい人だと思っていたけれど、実は浮気症だったってことはあると思います。コミュニケーションの中では一切浮気をするかどうかを見抜くことができなかったとしても、性行為によって服だけでなく浮気をする可能性があるかどうかが丸裸になるのです。日常的に甘い言葉で取り繕うことができたとしても、性行為では性欲が本能をかきたてるので、男性の本性が見えてくるので隠すことができにくいです。確かに。テクニックに自信がある性行為において自分自身のテクニックが上手だとうぬぼれている人は浮気をしやすいです。自分の行為自体を過剰に信じ込んでいるため、女性が痛い苦痛の表情を浮かべていたとしても自分の行為を疑うことがありません。テクニックに自信があるぞっていう男性は、女性の気持ちがわからないってことですよ。だから気持ち悪いですねもうその時点で付き合っちゃダメですよね。そう、確かにね。もう男優さん全員そうだね。え、男優さん、男優さんはもう職業であって、シミケンさん絶対、シミケンさんめっちゃ言う、シミケンさんは言いますけどコラボしていただいたのに。あ、そうそうそうまた来る、お待ちしております痛みを与えるような行為を行っているのに大丈夫と心配することなく、気持ちいいんでしょと勘違いを起こし続けているようなら、協調性がなく浮気をする可能性が高いのです。ツイッターとかでよく見るのは、声出していいよみたいな言ってくる男みたいな、こっちがもう嫌だ、必死に耐えてるのに声我慢してると思われて、声出していいよみたいな言ってくるやつはもうやばいみたいな。これ女子側からしたら痛いとかって言いにくいんですかね。結構言える間柄とちょっと気を使っちゃう間柄みたいなのがあって、多分女子がすごい男の子に対して惚れてたら言えないじゃないですかね、やっぱり。はい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 。いざちょっとそういう場合になって、あ、ちょっと痛いかもと思っても、ここでムード悪くしたらちょっと嫌だなとか思っちゃって言えないのはもしかしたらあるかもしれないです。あ、思いやりがなかったり自分に酔ってるようなやつは、協調性が低い。そうです、協調性が低い全部ダメじゃないですか。いや、人間としての問題なのそうですねまた経験人数が多いことを自分のステータスのように思い、それを自慢げに話すような、私は浮気しますと自己紹介をしているようなものなんですね。なので女性は近づかない方が身のためですね。このような男性は自分は特別だし、他の人と比べて自分は優れていると思い込んでいるので、浮気することに対して抵抗も少なく浮気をしやすいのです。浮気しない彼氏ならいつも女性の体調に気遣い、大丈夫、はいはいはい、痛くない、ね、のように思いやりを持ちつつ行為を行い、うんうん、コミュニケーションもしっかりとしてくれる男性は浮気しにくい、協調性が高い男性ですね。射精できればいい性行為の目的は男性は快感重視であり、女性は愛情重視になります。男性は性行為でも愛情を満たしてコミュニケーションを図るよりも快感を満たしたい感情の方が強くなる傾向があります。なので男性にとって自分さえいければいいような、自分勝手で自己中心的な行為をするようならば、
浮気をする可能性が高いのです。やっぱ射精だけみたいな。愛はせずにね。愛はするけど、もう自分が満足してれば、もう女の子のことは気にせず、わたわたみたいな。ねえ。じゃあってことなのかな。全然だ。愛は適当にして、ほとんど前期を行わず挿入をしようとしてきたり、男性にとって性行為のゴールである射精を終えた後には、彼女に興味を示さず、冷たくなる態度を何度も取るようならば、射精さえできればいいと考えていて、彼女の気持ちを一切考えていません。ひどい。もう帰れ。もう帰れば。こういった男性は、女性の容姿が対象内であれば、好きな感情がなくても性行為をしたいと感じており、むしろ知らない人との行為の方が興奮するという傾向があるのです。浮気しない彼氏なら、性行為において前戯を丁寧に行い、女性が準備ができるまで愛撫し続けてくれ、射精後の抗議も優しく接してくれます。いやまた彼女に対して愛情を伝えるための努力をし続けてくれますね。最低最低。いやけどこういう人いますよ。いますよね。なんか男ってそういう生き物だと思ってる女の人も多分多いですよ、ね、悲しいことにこっちの比率の方が多くないですか。いや多いと思うよ、ねうん、7、3ぐらいですよね多分多分本当そうですね、うん、7、3分けですよ。そう、7、3分けで悲しいかな。いや、ね、気づいてほしいですけどね。そう、なんでみんなこっちのこと好きになっちゃうんだろう女の子って。やっぱそっち寄りの女の子なんじゃないですか。なるほど。でもなんかちゃんと前期もちゃんと丁寧だし愛情をちゃんと伝えてくれる男性の方がモテるに決まってるのに、うん、でも話聞くのってこっちの方じゃないですか、はい、いろんな人と関係持っちゃって自由に生きてますみたいな人の方が持ててません。女子も嫌だなって思いながらなんかその魅力を感じちゃってるのかな。なんかノリなのかな。ノリなのかな。なんなんだろう、なんか切ない。切ない。なんかうまくいかない。性行為を断ったら怒る。うわ、嫌だ。男女の性欲の差は論文によると性的衝動、理想の性行為頻度はどちらとも男性の方が2倍多かったのです。なので性行為を男性がしたいけれど女性はその気になれないというケースが傾向として起きやすいです、うんうん、彼がしたい時に彼女が今日はその気になれなくてと断った時に、うんうん、男性が恋人なんだからしようよと性行為をする権利があたかも必ずあるような態度で接してくるのなら浮気する可能性が高いのです。怒る人います。怒る人いるんですかね。でもいるんでしょうね。そんだけ気合い入れて女の子に会ってんのもう一生会いたくなくないですか。やだ、そんなやつに。いや私なら嫌だけどな。自分で処理してほしい。確かに自分でしろやってなるし、単純に情緒が不安定すぎないですか。男性なんかそこにもう重心置きすぎてるのかもしれないですね。性行為ができるってことに対しての重心が、まあ、うまいこと見極めて人と付き合うっていうのも大事です、ね、うんうん、これはなんかエッチするするしないの問題じゃなくて、うん、こんなやつと遊んじゃダメですね。えダメ、怒るのはダメだよ、ね、怒るのはダメよ。性行為をしたいと思うタイミングは一致しないこともあります、うん、ですが彼女が断ったら彼が怒ったり不機嫌になったりする場合には性行為を単に性欲発散として考えている傾向が高いのです。頭に出るな。その場合には性欲発散したい。彼女で性欲が満たせない場合に他の人で満たしてしまうことを考えるので浮気をする可能性が高くなるんですね。何こいつ。俺まあ付き合ったとしてもそういう性欲モンスターはそうですね、他の人で発散しようと。今日できねえんだったらお前ができないんだったら他のやつでやるよってことですよね。それはもう風俗行ったりってことですね。そうそうそう、まあ、で風俗は別にいいと思うんですけど、私風俗全然あ行ってもいいって、はい、私風俗のお姉さん全員尊敬してるんで。でもなんか確かに他の巷の女子が風俗行くの嫌、彼氏が行くの嫌っていうのも分かるんですよ。それは、はいはい、ちょっとそういう行為を別の女性とするって考えただけで嫌みたいな子は実際にいるから、うんうん、実際行くんですか、その彼女とか嫁がいても風俗とかには。風俗行かないっすね。行かないんだ。なんか逆を考えた時に嫌だなと思う。あーなるほど。なんか私男性って風俗行くものなんだと思ってて。キャバクラは行きます。キャバクラも行かないっすね。なんかたまに付き合いで一緒に流れで連れてかれることはあるんですけど、すごい自ら行こうとはないっすね。偉くないですか。キャバクラって何が楽しいんですか。女の子とおしゃべりできて楽しい。普通にだってしゃべれてるじゃないですか。行ったことないか分かんないけど、はい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 、お酒がいっぱい出てすごい綺麗な、もうすごいもう足もおっぱいも出てる女の子としゃべれるみたいな、綺麗な女の子としゃべれる嬉しさみたいなのは
なんか全男子共通してそれはあるもんだと、けどすごい綺麗だなと思いますね。なんかめちゃくちゃいいなってへー思いますけどね。近しい関係性 あの普通の女の子とかの方が嫌かもしれないですよね。プロの女子じゃなくて、はいはい、普通の、ね、女子と2人で飲みに行くとかの方がもう全然嫌です。それはアウトですよ、ね、そうとか 2-2 でどうしても嫌なんですよ。彼氏と他の男の子と知らない女子2人とかもすごい嫌で、あ確かにそれもそれでそうちょっとおかしい話ですよ。そうなんですよ。なんか多分事前にそのどういう関係とかなんか聞いてれば別にしぶしぶ許すと思うんですけど、はいはいはい、なんかそんなに行くんだったら風俗とキャバクラとか行ってほしいです私。ああちゃんとお金払って、お金払って関係、そうプロの、はい、方と喋ってほしいなっていうのはある。いろいろありますね。だけどねそこは賛否がね、多分賛否あると思う。これは女の子の中でも相当あると思う。そうですね、もう全部嫌な子もいると思うし、俺は嫌だって話は結構聞くことはありますね。はい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 、これ議論したいな。そう、それがきっかけでこう別れたみたいなの聞いたことあります。あでも全然あると思います、ね、これきっかけで2人がちょっと意見食い違っちゃってみたいな。これは何とも言えないです。何とも言えない、難しい、これは、彼女の思いを尊重することなく自分勝手な態度を取ってしまう彼は協調性も低く、性欲もコントロールができないので生理期間や妊娠中、体調が悪い時など彼女が性行為ができない期間があれば他で満たそうとする傾向があるんですね。浮気しない彼氏なら誘いを断ったとしても怒ることなく彼女の意見を尊重して受け入れてくれます。また性欲もコントロールしようと努力してくれますね。性欲ぐらいコントロールして大人なら性欲の一つや二つコントロールしてください。本当にもう YouTube とか見てると街中で女の子をナンパするじゃないけど、はい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 、おじさんとかがいくらなのみたいなことをバンバン聞いてるじゃないですか。まあそう、まあまあそうです。なんか女の子に対してのこういうこと言っちゃいけないんだなとか、うん、その壁がすごい人によってすごい高低差があって、うん、普通の人は性欲のコントロールもできるし、わきまえてる人はいるんですけど、わかんない人って本当にいるじゃないですか。わかんないし、逆に無理やりこういうの言って相手からかう人とか、はい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 、なんかバカにするじゃないですけど、そういう人は悲しいけどね、実在するんでね。なんか客観的に自分のことを見るのは苦手な人間ですよ。そうですね、そうなんですよ。多分自分の中で悪いこととか、なんかそういうこと分かってるけど、うん、やっちゃうのかな。やっちゃうのかな。もうちょっと恥ずかしいと思った方がいいです。自分を恥ずかしいと思った方がいい。確かに、いや自分はね恥ずかしいなって思う。本当にもう私なんて恥の多い生涯をねもう送ってきてるんで、もう大きな失敗した方がいいっす。そうっす。そうすると気づきます。いやいや失敗しても気づかない人もいいし、協調性がない、自己中心的、はいはい、暴力的ということが共通して見られますね。ダメ人間。これは性行為だけでなく普段でも同じようなことが言えます。デンバー大学の研究で一度浮気した人がもう一度浮気する確率は 3.4 倍高かったことが分かるように、浮気しそうな人は性行為をする前に見破るのが一番です。一回浮気しちゃう人はもうダメなんですね。繰り返しちゃう。いやだからそうなんだ。なんかすごい一回浮気してらもうみんなしちゃうみたいな、なんかその、万引きと同じみたいなこと言いますよね、うん、なんか浮気じゃないって言い通しますしね、浮気してる人ってその気持ちすごいわかります。浮気じゃなかったら何なんですか。いやなんかただ連絡取ってただけだけとか別にそういう関係にはないみたいな仕事の話してるからみたいな。男の人の嘘ってバレてますからね。ね全部だけど女もバレますよ。女はみんなバレても人間嘘はみんなバレるんです、はい、性行為をする目的のために誠実さを演出するのが上手な人もいて騙されてしまう女性もいます。やめ。ですが性行為では服という鎧を脱いで裸になることで普段よりも心も無防備になるので彼の本性に気がつくことができるかもしれません。恐ろしい。また性行為で浮気をしない行動をしてくれているような彼ならばより一層信頼ができますね。確かに。最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね。いや大議論の動画でしたね。これは人間の本質の問題ですか。そうですね。それと勉強してきてるかしてきてないか人として失敗して反省をしたかどうかみたいな。そうですね。確かにな。引き上がっとるやつがおるんじゃない世の中には。いや本当なんですよ。許せない。そうだからやっぱ自分のことを一回見つめ直してね。そうですね。こういうことしたら相手が傷つくなとか。そうですね。嫌がるな、俺って気持ち悪いなみたいな。そうそう、俺って今この行動して気持ち悪くないかなみたいな。そうそうそう、多分考え
ってほしい、うん、もっと。なんかとにかく相手がいることなんだよね、性行為。そうなんですよ、そう、自分本位で動いちゃいけないんですよ。そうです、はい、まさに相手を見て、そうですね、自分の姿は鏡でね、今一度改めてください。なかなか見てる方はね、ちゃんと今回の動画で学んだと思うので、次回に生かしてください。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。